関東オリンピックスタジアム流章2010年アジア競技大会における陸上競技は大会9日目となる2010年11月21日から11月27日にかけて関東オリンピックスタジアムをメインスタジアムとして開催された。前回2006年アジア競技大会で行われた45種目に男子5 0トル競歩と 女子3000メートル障害を新たに加えた47種目が実施され、16種目で大会記録が更新された。総合成績は中華人民共和国が金13、銀15、銅8の36個のメダルを獲得して、他国を圧倒した。インドが5個、韓国が4個の金メダルを獲得し、前回ドーハ大会の獲得数1から躍進した。インドは四百メートルに加えて、 女子5000メートル1万メートルでメダルを獲得した。韓国は男子マラソンで通算6度目の優勝を飾った。男子200メートル400メートルでカタールのフェミオグノで女子100メートル200メートルでは福島千里が西目優勝を飾った。各国際大会金メダリストの成績は明暗を分けた。男子110メートルハードルでは開催国中国の劉章が 大会新記録を樹立して優勝。スタジアムに足を運んだ7万人の観客を沸かせた。一方、男子1500メートルでは、ユスフサードカメルが予選落ちの結果に終わった。ありがとうございます。